や、ファッションってずっと希薄なんですけどね、あんまりずっと意味ないんでずっと意味ないんですけど、まあそれはまた刹那的でいいじゃんみたいな。全然多分ね、やっぱ商業に全部持ってかれちゃうんでしょうね、資本主義の。お金作るものが正義みたいになっちゃうから、まあそういうもんなんでしょうと思いながら。本当に環境のこと考えるんだったら絶対作るべきじゃないから、新しいもの、あれが僕結構刹那的で面白かった。あのビニールのバッグをあの料金化したじゃないですか。でもあれ本来全然意味ないなと思うんですけど、あの時面白かったのって、ビニールのバッグを使わなければエコだよねとかサステイナブルだよねっていう話をしてるけど、その背景にある、じゃあビニールバッグ作ってる業者さんとか人の犠牲込みだったらサステイナブル押し通すみたいな、こんだけ世界は汚れてるとか地球温暖化だって言いながら何万メートルも生地使って無駄にして、これいいもの作りましたよってやってる、ウケるみたいな虚無虚無